おはようございます。亀山ライダーです。今5時ですよ。距離ゼロ。今日はですね、ツーリング、結構な長距離を走ります。それじゃあ気をつけて行ってきます。どうもご無沙汰してます。亀山ライダーです。突然ですが、夏前にバイクを CRF からグロムに乗り換えました。今回の動画からグロムでお届けします。バイクを乗り換えたら納車動画とか作るのが定番ですが、このチャンネルはスポット紹介、ツーレポが本業だろうということで、どうでしょう、今回は作らないかもしれないですね。というわけで久しぶりのツーレポをお届けしたいと思います。今回は福島県が誇る日本の名道、バンダイアズマスカイラインを目指して走ってきました。まあもう走ったのは夏の話です。東京からはおよそ 300km、 周辺にある有名な道でバンダイ山ゴールドラインとバンダイアズマレイクラインを経由する経路にして、トータル 400km 近い行程になりました。高速道路に乗れないバイクになったので、1泊2日下道のツーリングです。それでは行ってみましょう。いや、下道はきついでしょと思われるかもしれませんが、そこを快適にする道がこちら、新4号国道です。埼玉県越谷市から栃木県宇都宮市まで続く総延長80キロの道路で、並走する国道4号が慢性的な渋滞道路ってことで、これのバイパス道路になっています。設計速度時速 80km の高規格な道路になっていて、片側3車線の区間が多くあります。冗談で関西の名阪国道とともに日本2大フリーウェイと呼ばれているそうですよ。まあ捕まらないように気をつけて。ここは新4号国道の終点付近です。新4号国道に乗り始めたのがだいたい8時半で、この日は土曜日ですね。渋滞にはまらず1時間くらいで宇都宮市まで走ってこれました。ここはどこなの一体。これはですね、どこっすかね。聞いたことない、宇治家ステーション。新4号国道から国道4号に接続して、引き続き福島方面に向かっています。まっすぐでいいような気すんけどな。俺もまっすぐでいい気がする。こんなの待ってるぐらいだったらまっすぐでいいような。でも5分遅く到着って言ってる、まっすぐだと。そうなんだ。 Google 先生がこっちの方が早いというので、途中で迂回路に入りました。これをずっと行ってどうすんだ。これ他でまた合流すんじゃない。本当にたまにグーグル先生、よくわけわかんねえ道案内すんからな。素直に俺も4号でいいんじゃねえかなって思うんだけどな。なんかあんのかな。使い分けで改めて調べてみると、那須塩原市付近の市街地を迂回するルートだったようです。主に県道48号を走行していました。国道4号でもそんなに変わらなそうに思えたのですが、どうなんでしょう。迂回路は JR 黒磯駅のあたりで国道4号に戻ってきました。左折します。あ、そろそろ山の方に向かうはずなんだよ、4号から離れて。ああ、なるほど、うん、もう福島だもんね。大清水交差点、国道4号で福島県に入ってすぐの交差点です。この交差点を左折して山の方に向かいます。走行中の道路は福島県道281号、増見小田倉線です。この付近は白川と呼ばれるエリアで、白川ラーメンというご当地ラーメンがあるんですね。福島というと喜多方ラーメンが有名なんですが、白川ラーメンもご当地グルメとして人気ってことでした。ちょうど通り道だったので、お昼に食べた白川ラーメンを紹介します。こんな感じで道中に複数のお店があります。人気店だったのか行列しているお店もありましたので、ご注意ください。今回立ち寄ったのはこちら、手打ちラーメン福福さんです。お料理はこんな感じ。白川ラーメンの特徴は手打ちの縮れ麺と醤油ベースのスープってことです。スープが澄んでいて、見た目よりあっさりした醤油味でした。美味しかったです。一つ注意があって、メニューこんな感じでネギからし押してるじゃないですか。それでネギからしチャーシュー麺を頼んだんですけど、ネギからしが辛かった。後に辛さが残る感じです。辛いのが苦手な方には普通のラーメンをおすすめします。ツーリングに戻ります。引き続き猪苗代湖方面に向かって北上していきます。ルートはこんな感じ。バンダイ山ゴールドラインの起点を目的地に設定しました。白川からは約70キロで、まだ結構な距離がありますね。主に白川街道と呼ばれる道を通っていきます。だってそれなりに有名な道なんだから、そこに向かってくバイクがもうちょっといても。確かに有名な観光地に向かっている割に車通りが少なすぎて不安になるのですが、前半は県道番号のない道路が含まれていて、広域農道の一部を経由していました。例えば今走っているこの道は白川西部広域農道の一部になっています。そもそもなんかこれ素直なルートなのかな、なんか広域農道。
若干迂回しているように思えますが、今走り始めたこの区間も広域農道岩瀬グリーンロードの一部です。広域農道はしっかり整備されているので走りやすいですね。交通量が少なくて楽しく走れました。後半は国道294号を通っていきます。これまでよりは交通量が増えるけど直線が多くてペースの速い回送路でした。集落と田園風景の中を走っていきます。ちなみにこの国道294号も首都圏から東北地方を一気に結ぶ国道で、千葉県柏市と福島県会津若松市を総延長約240キロで結んでいます。東京から福島まで国道294号を使う手もありそうです。国道294号の終点付近は国道49号との重複区間になります。常磐自動車道と交差する手前の交差点、八田交差点を右折して福島県道64号会津若松浦磐梯線に入ります。福島県道64号も途中で福島県道7号と重複する区間があります。道路番号に惑わされないように気をつけて浦磐梯方面に進みます。県道64号と7号が再び分岐する交差点を64号浦磐梯方面に左折すると最初の目的地磐梯山ゴールドラインです。というわけで説明しましょう。福島県のウェブサイトから地図をお借りしました。磐梯山ゴールドラインは磐梯山の西側とその隣、ここに猫間ヶ岳という山があって、この間を通して磐梯町と檜原湖を結んでいる 17.6 キロの観光道路です。かつては磐梯山有料道路という有料道路でした。1970年に開通して2013年から無料開放されています。特徴としては磐梯山の景観を眺めながら走れる、景観を楽しむ展望パーキングが所々に設けられている、特に秋は紅葉の名所として知られているってことです。磐梯山ゴールドラインの名称は通称で、地元の民謡会津磐梯山に由来するそうです。この歌の歌詞冒頭に、会津磐梯山は宝の山よ、笹に黄金が成り下がると歌われていました。この辺りが由来なんですかね。ちなみにこの民謡、エンヤーの掛け声が有名で、あのドリフターズによる替え歌にも使われています。多分聞き覚えのある方も多いと思うので、気になる方はググってみてくださいね。それでは立ち寄った展望パーキングを紹介しましょう。山小台の展望台、はい、寄りますか。あ、寄ってみよっか。寄ってみよっか。確かなんか3つのあれが見れるっつったかな。3つの何かが見えるのは別のパーキングで、名前も山古台でなく三古台が正しいようですが、ここからは猪苗代湖が見えるってことでした。磐梯町側から来ると最初の展望パーキングになります。見える風景はこんな感じです。左側の茂った草が邪魔ですよね。夏はこんな感じになっちゃうみたいです。次に紹介するここは八方台という観光名所で、ゴールドラインのピークになっています。八方台のパーキング自体に展望はないのだけど、磐梯山や猫間ヶ岳の登山口になっていて、にぎわいのあるパーキングでした。人が多いと気になっちゃいますよね。バイクツーリング的には一つ先の小金平が良いと思います。磐梯山は1888年明治21年に大規模な噴火を起こしていて、小金平からはその時の爆裂火口が見えるってことなんですね。こちらです。え、どれって話なんだけど、この辺りみたいです。というかここも木を切ってほしい。もともとここには小磐梯という峰があったのだけど、噴火で全て崩壊しました。でですね、磐梯山のそばには湖や沼がいくつもあるのだけど、これらの多くは噴火の際の岩石が周辺の川をせき止めてできました。これわずか130年ほど前の話で、当時の大きな災害だったようです。月並みだけど自然の力の大きさに驚かされます。次の目的地に向かいましょう。磐梯山ゴールドラインを抜けて国道459号を走行中です。北塩原村の中心地を過ぎたら、すぐの交差点を左折して福島県道70号に入ります。ここからが磐梯吾妻レイクラインになります。それでは説明します。磐梯吾妻レイクラインは小野川湖、秋元湖の沿岸沿いを通って北塩原村と猪苗代町を結んでいる 13.1 キロの観光道路です。この道路もかつては第2磐梯吾妻道路という有料道路でした。レイクラインの名称は当時からの通称です。1972年に開通してゴールドラインとともに2013年から無料開放されています。特徴としては小野川、秋元、檜原の3つの湖を一望できる展望スポットがあります。あ、これか、三湖パラダイス。ここで3つのあれ見れるっていうんで、はいはい、ちょっと止まりますか、はい、じゃあ、はい、どこが見れんのこれ3つ、木しか見えねえんだけど三湖パラダイス。
何も見えねえじゃん。なんか見える、サンゴパラダイス。見えない。もう見えないっすよ。はい、木が邪魔、本日3カ所目。福島県様、無料で走らせていただいてますし、復興もあるでしょうし、今年は疫病もあってお忙しかったかと思いますが、来年は木を切っておいてくれると嬉しいです。湖はよく見えなかったけれど、サンゴパラダイスは万代山を背景にして写真を撮るのに絶好のポイントでもあります。ここで撮っている写真を雑誌なんかでよく見かけますよね。レイクラインはこの後も湖の眺望はほとんどなくて、地図上だと湖のすぐそばを通っているように見えるけど、実際は森の中という印象でした。今回走った3つの観光道路の中では、カーブも勾配も緩やかで快適な走行が楽しめます。なのでレイクラインは何度も止まるより走ることに集中して森の中を一気に駆け抜ける、そういう楽しみ方がいいんじゃないかなって思います。レイクラインを走り終えると県道70号は国道115号に接続します。次のバンダイアズマスカイラインに向かうには、ミノワスキー場のところで再び県道70号に入ればよいのですが、僕らが走った時は路肩崩壊でこの道が通行止めでした。なのでそのまま国道115号で土湯トンネルを越えて、その先の西カラス川トンネルと東カラス川トンネルの間を左折し、福島県道30号に入ります。現在は県道70号が復旧しているので、わざわざ遠回りすることもないと思いますが、福島側から来るときはこの県道30号を使うんですかね。終点の土湯峠でスカイラインの直前に接続しました。というわけで到着しました、バンダイアズマスカイラインです。説明します。バンダイアズマスカイラインはアズマ連峰と呼ばれるこの辺りの山々を縦走して、土湯温泉と高湯温泉を結ぶ 28.7 キロの観光道路です。このバンダイアズマスカイラインも通称で、もともとはバンダイアズマ道路という有料道路でした。1959年に開通して2013年に無料開放されています。ちなみにこの無料化なんですが、2011年7月に東日本大震災からの観光復興策の一つとして、他の2つの道路とともに次元的に実施されていて、2013年からは高級化したとのことです。なので実質的に2011年からといった方が適切かもしれないです。特徴としてはやはり随所で見渡せる雄大な景観でしょう。特に眺望の良い景勝スポットが8つもあって、東八景の名で知られています。早速その一つをお見せしましょう。土湯峠側から一番近い景勝スポット、国見台です。はい、国見台。はい、曇ってる。ここは夕日の美しい絶景スポットってことですね、晴れていれば。土湯峠から走り始めはまだ良かったものの、上に行くと急に雲の中に入っていって、路面も濡れてきてですね、コンディションが悪くなったんですね。この日はここに来るまでは晴れていたのに、スカイラインに入った途端月がなかったです。もはや雨だよね、こうなんだから降ってないけど。この後もどんどん霧が濃くなっていって、一番楽しみにしていた浄土平も霧だらけ、ビジターセンターは人もまばら。なんか受付いないみたいよ。その先のみんなここが走りたくて来るのであろう霜降り付近、火山地帯の道も思い描いていた景色ではありませんでした。がっくし、意気消沈です。そりゃカメラも斜めになるってもんです。でもこれでは終わりません。諦めるのはまだ早い。なぜなら今回は一泊する旅だから。福島の街で英気を養って再び訪れた翌日の様子をご覧ください。時刻は朝の7時過ぎです。福島市側からバンダイアズマスカイラインに向かって福島県道70号を走行中です。どうでしょう、晴れているけれど山の方やっぱり雲がかかっています。昨日も遠くからはこんな感じに見えたんですよね。最初に足を止めたのは東八景の一つ、つばくろ谷です。ここは無料の駐車スペースとトイレ、休憩所があるけれど大型車が入ってくるほどのスペースがないので、個人旅行ならではの眺望スポットだと思います。ここ素晴らしい橋が見れるので、おお。やったね、これは勝利だね。ここに来るまで木に囲まれた道で、雲の様子に気づかなかったので感動もひとしおでした。雲海が見えました。目の前に見える橋は不動沢橋といって高さ約80メートル。つばくろ谷の名前はかつて岩ツバメが飛び交っていたことから付けられたそうですよ。こうなるとこの先も嬉しくて楽しくてたまらないツーリングでした。ここは天狗の庭、東八景の一つです。ご覧のような絶景スポット、特に紅葉時期は素晴らしいそうです。なんで天狗の庭かというと、昔天狗が岩を飛んで遊んでいたという伝説が残ることから名付けられているそうです。
次のこの場所は火山地帯に入る直前の駐車スペースです。ここも昨日来た時はこんな景色しか見れなかったんですが、今日はこんなにくっきりと吾妻連峰が見渡せる天気に恵まれてラッキーだったと思います。それではいよいよバンダイ吾妻スカイラインのハイライト、浄土平へと続く火山地帯の道をご覧ください。それまで生い茂っていた草木が一気に少なくなり、岩肌むき出しの荒れた大地が辺り一面に広がります。火山性ガスが噴出することから草木が育たないそうですが、視界を遮るものがないのでとてもスケールの大きな景色に感じました。浄土平の名前の由来なんですが、山伏というですね、山岳信仰を持って山で修行する人たちが険しい山を登ってきて、この場所の美しさが極楽浄土のように映ったことからついた名前と言われています。確かにこの日みたいな雲海の上を走っていると、浄土ってのはこんな景色かもと思えてきますね。また調べていて面白いところでは、日本のアリゾナと言っている記事が出てきました。アメリカのグランドキャニオンがある州ってことですね。僕この日本のなんたらシリーズ大好物なんですが、また見つけてしまいました。日本のアリゾナは福島にあったんですね。というわけで福島ツーリングいかがだったでしょうか。いやー、今回は編集が大変でした。1週間以上かかってます。2日間カメラを回していたんで、紹介しきれない情報が他にもたくさんあって、どこを使おうかどうまとめようか苦労しました。それでまとめると、今回のツーリングの僕の感想は、福島は近かったです。今回のルートで一番苦労したのは朝東京都内を抜けるところで、都内を抜けてからの道中は快適な旅路だったし、福島県内の道はスカイラインに入る前からいい道ばかりでした。下道で行くとちょうど週末2日間を満喫できると思います。ガソリン代は片道1000円くらいのもんですから、このかつての3つの有料道路が復興のために無料になったと知っていただけたようでしたら、ぜひその浮いた分のお金を福島で使ってきていただけると、苦労して編集したのも報われます。というわけで、親愛なる下道ツアーラーの皆さん、次はみんなの番です。みんなからの行ってきたコメントお待ちしてます。最後に、この動画が楽しかった人もつまらなかった人もグッドボタン、ついでにチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それではまた次回のツーリングでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。亀山ライダーでした。バイバイ。